どうも、ひびです。口田です。よく。皆さん、今期やってるアニメで、はい。箱詰め交番女子の逆襲っていうアニメ、知ってますか？知りません。まあ、知らなくても大丈夫です。はい。ですね、そこに出てくる、2人のヒロインがいるんですけど、はい。舞と聖子っていうキャラね。はい。この2人のちょっとやりとりで、気になるんで飲み物があったのでね。ちょっと今日は飲んでいきたいと思います。はい。で、そのやりとりなんですけど、はい。セイコが、前にね、はい。後で、部屋に飲みに行っていいって聞くんですよ。あ、飲みにね。はい。でね、前が、明日当直ですよ。当直？飲むんですか？まあ仕事ってことじゃないの。まあそうそう、うん。警察だからね。警察？警察の。飲むんですか？で、セイコが何飲みたいって聞くんですよ。なるほど。そしたらですね、なんと、舞が、とりあえず、ウコンですかね。なるほど。飲みなのに？そうそうそう。お酒じゃなくて、とりあえず、ウコンですかね。なるほど。で、普通に言うんですよ。書き込みウコン、ウコン。で、まあ、ウコンが気になりました。ウコンね。うん、よく、うん、ね、コンビとかでね、目にするんだけどね、まあ、名前もね、目につきやすいしね。の、ジー、カー、ラ。飲んだことない。ああ、飲んだことない。飲んだことないんで、どうですか？記憶にないですね。うん、はい。その前がね、うん、なんで、ウコンを、おぉ、ある。飲みたいって言ったのか。キンファイト。ウコン。味が美味しいのか、うん。その、体にいいからなのか。体にいいのか。うん。あ、まあ、体に、ね。あ、本当だ、ここに生姜の絵描いてあったわ。生姜の絵描いてあった。今日はね、そう飲んでいきたいと思います。はい。クルクミン、書いてあった、これ、クルクミンって。あ、クルクミン。調べたときに。ね、クルクミンって。知りません。知りません。体にいいんだよ。クエン酸。いいね。はい。クエン酸？酸っぱい。しょっぱい。酸っぱい。あ、そうかもしんない。うん。で、なんかウコン、あ、でもちょっとなんか、ビタミン C。オリゴ糖とかが書いてる。ありがとう。クエン酸、ウコン。はーい。なんか、その他にもいろいろ入ってるのかな？ウコンだけじゃないのか。わかんない。じゃあ行きましょう。でも、多分色は黄色かな。まあ一応今日はこれで半分ずつ飲んでいきたいと思います。うんか。昨日も言ってるからさ、うんこって。また、うんこつながるじゃん。ん？匂い。あ！うん、あれ？いい匂い。オロナミン C。オロナミン C だね。オロナミン C。あれ？え？うまいんじゃない？いいよ。うわっ！うぅ！やばいって。あ、これから半分だ。え？いやいや、黄色通ったけど、マジ黄色いんだけど。ビチビチ。あーっと。昨日も言ってるからビチビチ。やめて、もう。昨日も言ってるから。これビチビチじゃなくてあっちの方じゃん、尿の方じゃん、どっちかっつって。あ、いい匂いするでも。ねえ、マンゴー。尿いい匂いする。ああ、そうだそうだ、マンゴーだ、マンゴー。ねえ、オロナミン C。いや、飲もう。どうです？でもこれさ、マンゴーの味だと思って飲むと多分失敗するぞ。お、マジ一気にいった。うめ、うん、うめ、え、うわ、生姜じゃねえの。全部え？でも飲んでいい、そう、入れて飲んでいい、あ、これ飲んでいい、入れて飲んでいい、うん。ちょっとなんかオロナミン C の酸っぱい、薄い味、味薄いね、うん、うん、でも美味しい、ちょっと酸っぱいって感じ、うん、苦い味だと思ってたんだ、個人的にもっとだから、まずい味だと思ってた、だからそういう栄養がね、あ、そう、うん、その味重視じゃなくてもう体にいい重視で。あ、これなら、とりあえずウコンですね。わかります。わかるね。うまい。うまいね。うん。とりあえずウコンですかね。体にもいい。うん。体にもいい。そうそうそう。いくら？で、美味しい。これは98円でした。安っ！だけど、高いのね、500円のがあった。これくらいの量で。だから100円のとりあえず買ってきた。買えないから、500円のはね。でアニメに出てるのだとね、ちょっとね、うん、この辺に青いなんか模様あったもん、ね、あったんで、まあそれ探したんですけど、なかったんで、とりあえずまあなんか普通のウコンにしたんですけど、まあ、できればそれ欲しかったんだけどさ、青いやつあんのかな？なんでいい？うん。いや、マジ黄色いな。
それにしても。まあ、綺麗だね。うん。うまい。そして美味しい。これ、健康にもいいしね。うまいし。これ絶対味、うん。つけてるよね、多分。ね。クエン酸とかで。ああ、つけてる。ブドウ糖、うん。でも、あれだよ。美味しい。エネルギー何もないよ。うん、ほんとだ。だこれ 100% ウコンじゃないでしょ、多分。だから。あ、違うな。うん。それは違うから。少し入ってるってことじゃない、うん、これ。でもいいね。飲みやすくて。あ、いいね。うん。どれぐらいの量が入ってるか、まあ分かんないけど、とりあえず、体に良くて美味しいんで、皆さんも。ぜひ。飲んでみてください。で、気になったらね、箱詰め、交番。女子の60。あ、箱詰め女子。箱詰め交番女子の逆襲。見てみてください。これ面白い。逮捕しちゃうぞ。まあいいや、これはいいや、いいや。はい。ということで、今日は、うわ、黄色いな、マジで。めちゃくちゃ黒いみたいな。まあアニメに出てきたこのね、ウコン、気になったので飲んでみました。ご視聴。はい。